私たち日本人が一番一生のうちにたくさん食べると思われます副菜のお味噌汁をしたいと思います。具沢山で、作ってみます。まずやっぱりおじゃこで出汁を取るのが一番大事だと思います。頭をのけます。そしてこの背の方から指を入れましてこう割って、そしてこのお腹を出します。 2000cc ぐらいのお水の中に80g ぐらい、ちょっと濃いの作ろうかなと思ったら 100g ぐらいのおじゃこをこう七分にして、作ってほしいと思います。お水が濁るぐらいの程度で、止めてそれをこしておきます。こういうふうなもんでして大丈夫でございます。人参は小さかったら半分でも結構です。今度はお揚げです。具が何でもいいというところですので、皆さんお野菜がちょっと余ったりした分を全部使って作ってほしいと思います。お大根です。それから、ごぼうになります。で、ごぼうはこういうふうに切っていただいてもちっとも構わないと思います。なるべくね、簡単にしたらいい。タイモがありますけれど、大きいタイモさんでしたらこうやって剥いで入れていいと思います。お出汁が出ました。本当は皆さんにこのおじゃこも一緒にお味噌汁食べていただきたいんですけど、ちょっと口に触るかも分かりませんので、出して、作ります。昔みたいにごぼうをさらしませんので、アクを流したらこうして炊きます。アクきれいにできましたらこのタイモさんを入れます。そして沸いたら、出来上がったものがあります。これが出来上がったものです。で、お味噌を入れます。昔の方はね、よこしましたけども、こさないでこうやって、入れてといいと思います。そしておネギです。すごくいい匂いがしております。どうぞ召し上がってください。